小さな樹脂の作品をご紹介していきます。アップでお見せします。羊毛フェルトの椅子に座っているうさぎさんですが、こちらとってもちっちゃいんです。よいしょ。手に持ってこのぐらいです。こちらもこんな感じです。乗せて飾ってください。こちらの猫ちゃんは起き上がりこぼしです。こんな風な感じです。周りもこのような感じです。そして後ろはクリスマスです。こちらもご紹介していきます。アップでお見せします。後ろも回してみます。大きさはこのぐらいです。可愛くペイントされています。